皆さんこんにちは、ワネレグルビジです。では今回は、信長の野望革新、続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ね、畿内一帯をなんとか制したんですが、ちょっと武田の動きがかなり不穏というのがありまして、攻略目標を一旦武田へと切り替えます。かなり武田がでかくなってきてるので、あとですね、まずは人材の登用で、捕虜になってる武将のうち統率の高い武将神戸、これを雇っちゃいましょう。で、あとは統率で言うとどうだろう、さすがに元春は無理か。となれば、他、統率の高い武将で言うと、別所長春。別所長春もちょっと難しいかな。まあ、まずは神戸だけで十分でしょう。あとは、画像で、特につなぎ止めておきたいものを中心に、加増します。で、それと同時に処罰で配下で、能力が著しく低い武将に関してはもう切ります。金がないんで、どうにもならないねという状況まで来てるんで、もう能力が低くて使えないなと。まあ、統率を中心に見ていくんですが、統率以外でも一芸もないものに関しては切ります。まあ、15人ぐらいを目処に切っていきましょう。70、何かの能力で70を超えてれば、織田家に残る、価値はあるけど、それ以外のものはもう徹底的に排除、能力主義ですね。もう実際の仕事で能力主義なんてもう断固反対ですけど、もうここではね、能力主義でいきましょう。こんなところですかね。信太が切るわけにいかないので、これで切っていきましょう。追放、で、あとは軍団編成、岩村城を一旦信太の軍に編入します。で、外政貿易、イスパニア焼き物にチェンジ。かなり強力になってきてるんで、武田軍がね。ナンバーションにディスパニアで、これで鉄柵が手に入るはずです。これは汁かけ飯のエピソードなので、まあ、ちょっとだけ見ていきましょう。本願寺から返還の使者、ここは金を渡せば返還に応じよう。光秀が毛利家に寝返った。光秀には金を渡したはずなんだけどな。馬上術は承諾して、代わりに、まあ家康には妖精で不可思議攻め、これをやらせる。
戦国秀久。奥村か。いやでも能力が悪いな。70超えてるものがないので登用できないね。不可市場を攻めてくれる家康が万に一つもその可能性がないか。さてそうなると信長が観音寺に入ったんで、もう一回妖精家康信長不可市無理か。となると信長は技術に使いましょう。内政技術で信長は鉄砲の火薬改良。本願寺からの返還の使者、これは条件提示。敵が我が領内に向かって出陣。毛利家か。堺港ここに向けて出陣というところね。まあ守りきれるでしょう。もし厳しかったら御坊から兵を出します。金1万2000は今工面できないので完食などいらん。一応秀吉、官兵衛この辺りを出しておきましょう。念のためで。本願寺からの返還の使者、これにはまた金一徹か。織田家の帰参を許すけどね、一徹だったら。帰参する気があればですけど。ちょっと待ってね、一旦待機しよう。前進。今水軍が戦ってくれてるんで。心配なのが岩村城なんだよね。兵増強してますけどこれでも足りないからな。旗野からの返還の使者、これも同じく金ですね。全ては金、この世は金でできてるんで。毛利家からの返還の使者誰？元春。いや元春は無理よ。むしろ元春に関しては処刑する、今すぐ。なぜならこれ逃げられたりするとねかなりしんどいんで。さあ水軍がだいぶ頑張ってくれてるね。退却。さあ岩村城だ。農民兵が現れてるけど、まあ、これはねほっときゃいいでしょう。問題はやっぱり武田の10万の軍。これをどうするかですよね。武田10万の軍を。とりあえず鉄砲を買い漁っておこう。
本願寺からの返還の使者、これはまた金。旗野からの返還の使者、これも金。おお、結構金持ってるね。でそれと並行してまた鉄砲。城に兵が集中してるな。でも深しの10万もきついよな。この深し城に入ってる10万の軍がいる以上、岩村城、まあ、美の一帯から兵が動かせなくなっちゃってるんで、かなりきついですね。困ったな。まずはちょっと築城しよう。火薬の改良が終わったんで、いいとして築城したい。どこに築城するのがいいのかって話だよな。まあ、岩村城、本当だったらね、家康がしっかり岩村城攻めに貢献してくれるんだった、深州城攻めに貢献してくれるんだったらその必要はないんですけど、さらに兵増強してやがるこいつら。10万超えるな、深州城に集結する軍の数が。むちゃくちゃ増強してるね各国。一乗団にも相当な数が入ってるね。5万。もう兵数がかなりインフレしてるな。そしたら技術、鉄砲、欲しいけどこれ以上は厳しいか。どうするよ。10万、11万に膨れ上がってる深市場の軍勢が。困りましたね。11万の軍を相手にするの厳しいね。ちなみに外交要請、家康、深市城いける、今ならいける。深市城攻めに入ってもらおう。でまず信長、これ自ら出陣、鉄砲ね。信長自ら出陣はできない、いやしたいんでちょっと待とう。それとは別に石山御坊から出陣、よし。信長も安土に帰還してるので出陣する。
出陣したと思ったらもういなくなってんのか。まあしょうがないね。信長がまあ確かに前線に行くのも危険なので。さああとは家康がしっかり。お、忠興だな。秀子さんちょっとタイプじゃないわ顔が。姫にしますけど。岡崎城から家康軍が出陣してくれるかどうかだね。しっかり約束通りに出陣したね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。後方に敵が出陣してきているという状況。そうすると一旦めんどくさいので編成でどうする。信忠の中に久美子ちゃん、大久保、これは豊田だな。南条は、南条は無理だな。何、織田家包囲網が成立しただと。いや武田包囲網だろう、その前に。今は敵が我が領内に向かって出陣。姉小路に岐阜、畠山も七尾から一条谷に向けて出陣か。なかなかきついことしてくれるな。敵が我が領内に向かって出陣。小山御坊から一条谷。きつい戦いだな本当に。打ちまくれ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。各国ガリガリ来るね。味方が捕らえられました。しばらくは守りの戦いになりそうだな。岩村城も危険だけど、毛利とは石山御坊、大阪まで押し込まれてるし、岐阜はどうなってる。岐阜は大丈夫かな。一位翔太にも大丈夫だね。しばらくはちょっと守りの戦いだね。特に心配なのが岩村城だな。お、瀬名姫、五徳姫、家康、信康。
石山御坊、つまり大阪は守りきれたので、この後心配なのが、うわー、出てきてる出てきてる、ちょっと待って、妖精の使者、何、援軍いいよ、承諾する。ただし、ただしだ、岡崎城が取られるとまずいので、観音寺から出陣するよ。平行線、これを岡崎城に入れる。前進、さらに三千。前進、でそうすると今深志城は5万の軍だな。これだったら叩けるんじゃないか、全軍投入すれば。まずは東海の黒人衆がしっかりと、叩こうとしてるね。そこに忠勝が入る、さらに久喜義隆隊も入る。これは十分に戦えるぞ、一大決戦だね。これこそまさに長篠の戦いだな。さあ激しい戦いだ。黒人衆がだいぶ頑張ってるね。さらに勝頼がいる、勝頼を討ち取ろう。これ勝取り勝取りを討ち取る絶好の好機だな。逃がすな勝取りを。仕留めろ。勝頼が撃破したけどどうだ。捕らえることはできてないかな。撃ちまくれ。さあ目的は達したので一旦兵を返しましょう。なんか黒人衆を攻撃し始めちゃってるんで、これは不本意。退却、信玄も2万の兵を引き連れて出陣してたんだな。深志城はどうにもならなかったけど、ただ家康を武田と完全に敵対させることができたので御の字だな。であとは木津川の水軍衆、これとはもう一度協定を結ぶ、すごく重要だというのが分かったんで、ちなみに外政はどうなってる？違う違う、貿易貿易、契約イスパニア、茶ゲイン、火打ち式銃が欲しいので、いやー武田軍また10万超えるな。どんだけ兵いるんだ武田軍は。岩村城に兵を集中させるしかないのかな。石山御坊、できるだけ領土広げたいんだけどな。八神城だったら取れる、弓木城、八神城、この辺りは取れるんじゃないか。取りたいね。
ここまで来ると結構きついな。ただ岩村城も戦力増強してて、まあ、7万8万というところまでは来そうですね。深市場マジで半端ないな。つつじヶ崎館からさらに兵も増強してるね。あとはそうだね、家康とは同盟を延長しておきましょう。交渉かな、違うな。同盟延長できないね、まだ交渉。いやーもう徳川に関してはね、さっきの戦いで恩もあるんで OK よ。ちょっと武田軍どう戦っていいか正直わからないですね。また12、3万の軍でしょ武田軍。ここはもうちょっと考える必要がありそうですね。では時間がいい時間になりましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、まあ、武田軍とどう戦っていくかというのをちょっと考えていきたいと思いますので、何かいい策あればぜひぜひ皆さんのご意見も、頂戴できれば嬉しいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。